こんにちは。アニメ紳士です。今回は有機爆発バーン、グレイバーン第3話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。ホモ特有の嫉妬、言うほど必死だったか。もうロボットアニメってギャグアニメとしてしか成立しないんだな。面白いからいいけど。信仰を高めるためにスキンシップ、全裸で出てきた。サンティかよ、ゆるちゃん。マスターとして認められてしまった感。ホモエンディングやめえや。そしてこのエンディングである。このアニメ裸にならないとダメなのか。ブレイバーンの中の人もこいつみたいに可愛い子の可能性が。このアニメなんでそうなるみたいなのが多すぎる。なんか今回話進んでなくね。謎の女の子が目覚める。名前がつく。イサミがコックピットから出てきたじゃないか。話はちゃんと進んだだろう。ブレイバーンが地球人に受け入れられたんだから。ガガピーって許しを耐えすぎたかな。何か既視感あると思ったらグランブルか。ずっとこのエンディングで言ってほしい。なんなら最終回にはこのエンディングで泣いてしまうくらいの感動が欲しい。初見だけど、プチみたいなど田舎でも見れるとかありがたい。エンディング何回も聴いてると、良い曲に思えてくる不思議。イサミの衣装は服着られるといいな。そういえば、ずっと全裸だったな。Aパートずっとこれやん。イサミ、来週は服着れるのかな。いやぁ、全裸全裸でお腹いっぱい。めっちゃおもろかった。腐女子が今、ゲナゾブームじゃなかったらもっと流行ってたかもな。地球側の兵器でもそこそこ対応できるんだな。もうブレイバーン一人でいいんじゃないか。見ならないところはいいな。敵がおにゃの子だけのメルトランディかどうかが気になる。イサミがなんで裸になったのか、なんでブレバンがイサミのこと知ってるのかの説明はまだ。エレガーリスなんて若い子は知らんやろ。2話で必殺技出した時に服が試算して全裸になってなかったか。おペコがイサミに幻列して見捨てなかったのは嬉しい。おペコが変な人だったのが救いか。イサミは5スーツ乗着させてもらえるんだよ。額から降りられないじゃん。まあそこが伏線になるから今日は全裸のままだったんだろうな。乗着すると敵の女の子と同じスーツなんだろう。ブレイバーンはおもちゃもグッズも出ないのか。出るよ。強盗の硬派なイサミはもう帰ってこないんだなって。このアニメなのにラストは 3P。 全裸のブレイバーンもそばにいるのに。ホモホモしいのは変わらんかったな。一発ネタかと思ったが基本そういうアニメか。だいぶこなれてきたな。振り返り一挙とか真面目な皆に吹き出すだろうな。イサミはグレたか。今回だいぶまともだったなブレイバーン。でもそのまともさが怖いんよ。今回はまっとうに面白い。普通のロボットアニメ界だったな。ブレイバーンもかっこよかった。エヴァっぽく肺が LCL で満たされたらそのまま溺れていたのは面食らったが。ベルは大きいままスミスに惚れたか。ブレイバーンが名前知ってるのはなぜだろう。冒頭の浜辺でとぼとぼ歩いてるとこガチで落ち込んでたな。スミスはブレイバーンに振られたこと気にしていたのか。イサミはかわいそうすぎる。イサミの周りの女たちが変すぎた。ブルは攻撃した理由に不明だが、なんかスミスに懐いた。いろいろ情報ありすぎる。ロボバトルはきっちりクオリティ高いのいいね。CG が基本になったから、最近はそこまでひどいロボバトルって見当たらなくなったな。まあイサミ元気になったな。謎は何も解けなかったが。ブレイバーンには軍事システムをクラックできる能力があるのも分かったけど、もうどうでもいいな。レーダーに名前あるの吹いた。一気に次の幹部クラスが来るかと思ったが、一回話を落ち着かせに来たんか。残り9話としたら、かなり巻いてくるのかな。最終決戦は劇場で、だったらこのペースでいいかも。今日も安定の口元の気持ち悪さ。目元も邪悪なような。偽トラマンだこれ。視聴者のツッコミに先回りする優秀なシナリオだった。かくありたい。大張まさみがサンライズに呼び出しされるん。女性陣のお色気シーンがあって救われた。スポブラは地球品かな。まあ同じアンダーウェアやったし地球品じゃろ。イサミってやったなぶられキャラなんだな。
もっといじめてほしそう。本人否定しても、やっぱこのスピード感2クールだな。オープニングに出てくる幹部賞を貸し切れんだろう。1クールよ。7月に下巻出るってことは完結イベントは最速を悲願。そこで今後の展開とか出せるかは微妙な気がする。1クールで1回ぶった切って、ラストは劇場版とか。戦闘シーン描写よかった。ブレイサンダー各所の赤と緑の衣装って完全にゲッター1なんだな。3機合体するのか。バタメイが適当すぎる。液体呼吸をアビスで例えるとか。ロボアニメだけじゃなく洋画でも学習してるんだな、ブレイバーン。ブレイバーンがアビス知ってるとは思わんかった。ルルはなんつーカラムちゃんみたいなポジションになるのか。ちょうど今売るせいやつらがやっているし。そもそもブレイバーンもラムちゃんだよね。これスミス闇落ちしなくて済みそうだな。ルルが何者かすらわからなくて草ですよ。シュババーンのラストの衝撃波、かっこいいと思ってしまったのよ。下ネタ全開だったな。お子様は無理だ。ガオガイガーはさせん。オープニングだけなら勇者シリーズのように夕立墓地でいけるのに。 X の実況で明日から命って言ってる人がいて、だから空母打撃群からの水中戦闘なのかと納得できた。オペコは柄悪い男が好きなタイプなのかな。それとも鉄面皮だったイサミが感情むき出しにしたからかっこいいなのか。あれはもうイサミなら何でもいいんだろう。イサミはいつか報われるんだろうか。無理かな。どうせすっぽんぽんに近い人たちがいるところならコクピットから出ても恥ずかしくないな。しかしルル、こっから縮むのか。もう一話前半の面影は全くないな。イサミ優秀だけど無骨で寡黙な自衛隊員って感じだったのに。ブレイブバニッシュじゃなくシュババーンが飛び道具だったか。バニッシュは太陽剣か。シュババーンは歴代ウルトラマンの光線技に同じのありそう。やる気がないなら出ていけ。じゃあ出てくわ。待って、この流れ好き。しかもブレイバーンが内股になってたからな。2体目が帽子した途端にルルの凶暴モードが解かれたの。関係あるんだろうか。ブレイバーンはルルの名前知ってたということは何か秘密知ってるのかな。今回は割と普通の回だった。普通とは一体。ブレイバーンがまともに見えた回だった。今日はちゃんと勇者ロボしてたな。今回の展開は比較的まともだった気がするけど、そう思う時点でブレイバーンに毒されてる気もする。しっかりと指導教官やってるのは正直すごいよ。ブレイバーン、君たちも敵を知れば対策が打てるよって知識から希望を伝えて、肉体強化も容赦ないが希望を知った後ではトレーニングの質も違う。意外にも女性陣とブレイバーンが仲良くなってるのよいね。というか今回は皆がブレイバーンと心を通わす回だったんだな。仲間としての信頼も得られた。今日のブレイバーン、すごく気持ち悪い人特有の謎込み力発揮してたね。君らの兵器でも戦い方でなんとかなるよって超重要な情報じゃない。こいつマジで人類の救世主だろ。あとでかい質量でぶつかればシールド破壊できるってのは戦力バランス的にいい塩梅だと思う。ギャグっぽくなってるけど、この技術何かの伏線なんだろうか。潜水艦やスピーカー越しの指令と会話してたりするし。いいな、ルルに懐かれて。ルルはあれか、生まれて初めて見たものを親と思うインプリンティングみたいなもんか。ガガガピーちゃんはもしかしてスーツ着てた時はまだロボ人格でスミツチョップでスーツ破壊したか、リセットボタンをしちゃった的なやつか。ブレイバーンはルルの正体分かってるな。3はずっとイサミもルイスも基本裸なの受ける。イサミは全裸、スミスは半裸、エンディングで半裸、ルルは全裸。イサミってさ、一話だけ見ると寡黙だと思ってたけど、何方なの口下手だよね。前回の記憶がおぼろげなんだけど、イサミなんでコクピットに引きこもってたんだっけ。あらすじではショックで引きこもってたはずだけど、いろいろありすぎてちょっとわかりにくかったな。拷問されたり全裸にされたり散々だからかな。拷問された後しぶしぶ乗ったら全裸にされたからな。外に出たらまた CIA みたいなのに拉致されるかもしれんからな。中にいても外にいても人権が保障されないなら今地球上で一番安全な場所に引きこもるのが一番だしね。
女性陣のサービスにさ。なんか今日はルルが全裸で頑張ってくれたおかげで、そこまで男の裸が気にならなかった。これがバランス感覚か。そういやルルちゃんの足技ってスペルビアの時と同じなんだな。グレイバーンだけじゃなく地球側の兵器もちゃんとかっこよく描いてくれるのありがて。アビスってな、エヴァのこと、レースとか福岡の意味があることは知ってる。LCL の元ネタの映画。真面目な話、なんでアビスなんてそこそこ古い映画を、ブレイバーンを知ってるかなにだが。そもそもなんでイサミを知ってるのかとか、すべてが謎だし。レバガチャで抗議するイサミが可愛かった。そういやまだ早い。まあ、レバーめちゃくちゃガチャガチャしてたけど、何もなかったから何だったんだあれ。ブレイバーンは何やってもイサミを全肯定するやつだと思ってたけど、ちょっと違った。ブレイバーンよりほのかの方がヤバくね。はあ、イサミの元、バディか。一番まともそうな女子の響きは、恋愛に絡んできそうにないね。イサミのすさみ具合が、いい感じでダイナミックっぽくなってきてよき。スミスのカモンカモンが面白かった。ルルは、自分に買った相手だから惚れたとかそんなノリか。ギャグ入れてくるから退屈にならないのはいいな。今回も面白い。笑った。言いたいことありすぎて書ききれない。イサミが今回の敵はでかいと言ってたが、ブレイバーンは9メートルだから、スパロボ感覚だと M サイズくらいかな。本編もみんな裸で終わったし、エンディングでも脱ぐし、なんなんだこのアニメ。ブレイバーンが濃すぎて笑えてくる。イサミは必殺技を叫ぶ要因なのか、それにしてもなぜ全裸なのか。異星人交流を果たしたスミスさん、人物関係がどんどん複雑になっていく。今週も楽しめた。敵に関係しているのではと察しつつも、放っておけず角回るスミスが酔いやつすぎて泣ける。それだけにブレイバーンに拒絶されたり、身体蘇生の勘違いされたりする不憫さが愛おしい。それにしてもブレイバーンの LCL は何かドロッとしてて嫌だな。これまではイサミのこと以外の人命は割と軽視する感じだったのに、3話ではイサミのこと以外だと割と根節丁寧に特訓をレクチャーしてて、本当前なんなんだよ。今回の戦闘とギャグの玉手箱、スミスと拾った謎の少女ルルのバディ、相変わらずこもりきりなイサミとハイテンションのブレイバーンで、戦闘も面白くしてからのうち、イサミも裸だからゴブゴブね。あれだけ訓練したのに水中戦だし、徹底して振りにするの楽しいね。やはりイサミが関わらないとまともに接してくれる不審勇者ロボ。そしてあからさまに前回の敵から出てきた敵と乱闘した末に幼女に懐かれたスミスさん、今回これしかしてません。そしてとうとう無理やり復活したイサミ。今回は比較的真面目でした。3話で一番感じたの、イサミの周囲にいる人間でまともなのスミスしかいなさそうだというひどい現状についてだわな。女子陣もひどい。せめて隊長はまともであってくれと願わずにいられない。2話までのイサミはストーカーロボに重すぎる感情を向けられてる被害者って感じでだったけど、3話でやってやんよ、やけくそみたいな感じになったので、悪い意味で吹っ切ったように見えました。もう1話のキャラが欠片も残ってね。アビス、現代ジアビスは1989年、新世紀エヴァンゲリオンは1995年。おぼろげに同時期と思ってたけど、アビスの方がを6年早かったのね。まあエヴァはアビスの模倣というより謎の円盤 UFO の異星人の呼吸可能な液体に満たされた宇宙服リスペクトかなと。リアル路線を逸脱しないことでかえって人間性に優れ、軍人としても優秀なスミスの苦悩が胸を締め付ける。もう生物のヒロインをゲットするくらいはいいじゃない。逆にイサミは熱血系に覚醒しだしたか。衝突や誤解を重ねる関係性はさながらヒルドラ。少し真っ当なロボアニメになった気がしたけど、思い出してみたらイサミずっと真っ裸、ブレイバーンメンヘラっぽい。スミスも美少女と裸でプロレスしてただけ。やっぱわけわからんアニメやった。脇役カップリング好きとしては、公式サイトで紹介されてからスミス×ルルに注目してるので、その点は楽しみが増える展開。可愛い、テキーとスイッチの設定が気になる。イサミはもうやけで意外と戦闘が成り立ってて草。
中の人が寝てると装甲も弱まるのかね。スミス少尉、海兵隊宇宙人のメインヒロイン、ウルと米軍のサブヒロイン、軍医さん、からモテモテ、勇美三刀陸尉、自衛隊、気持ち悪い勇者ロボからモテモテ、同僚の女性たちからは気持って言われている。どうしてこうなった？今度はレイスかわいそう展開かよ。ステルビアから排出されたっぽいレレ、動きがロボの動きまんまなのね。しかしいつの間にネイだってた寝てたんだ。レイス、あれじゃ誤解されてもしゃあなし。引きこもりシンジ君状態のイサミは終始マッパスか、4人とも吹き切ろ。イサミはキムイロボに狙われてるのに、スミスは美少女かいと思ってたが、最終的にスミスも割とかわいそうな感じになってて笑っちゃう。メイン2人は修羅の道か。 LCL のエヴァパロディはもろだけど、トップを狙いみたいなロゴ特訓まで出てくるの、やりたい放題すぎて笑う。今のバディは自分みたいなマウント笑う。イサミ、全裸で引きこもってることみんなに笑われて、言いたい放題言われて、そりゃ切れますわ笑い。ほのかさんと三角関係か。イサミが裸でブレイバーンといる間に、スミス割れると裸で親睦深めて泥沼笑い。あん、これは新アニメだわ。朝とか夕方にやったらあかん。イサミもスミスもトラウマ抱えてくさ。でもスミスの方が幾分かはマシか。イサミ1話の姿は見る影もなく、庭で幼児対抗。3話で引きこもりからのやさぐれとか、闇落ちがひどい。先行きが不明すぎて続きが怖い。ずっと楽しみにしてた水中戦が見れただけでも今回は満足。さすがにブレイバーンが、イサミ抜きで周囲の人間と仲良くなって言ってたのは笑った。そして、イサミとスミスのメインヒロイン登場。イサミのメインヒロインはブレイバーン。とにかく大満足です。イサミがキモいロボットに好かれ引きこもる一方、スミスは少女と強引に居座る。少女救命に奔走するが、舞台が実にアメリカンなハワイ。キング司令官の演説、ID4 など映画のオマージュかな。日本ラボアニメと米国映画の合体的作品でもある。ネタ豊富。でもスミスかわいそう。拗ねるイサミに比べて女子組のおらかさが面白い。ほのかのなんかずれたところもかわいいな。水中戦からの空中戦で必殺技係のイサミが決める王道展開は安心感ある。ルルちゃんもどんな子か楽しみだ。シバババのところ、イサミとブレイバーン、息ぴったりじゃないか。全12話で終わりなら、前はオープニングのシルエットの敵ロボが出るかと思いきや今回は出ず、ブルの次回以降の活躍が楽しみですね。ブレイバーンくんくん、もしかしてロボの癖に溺れるの？あと今回コクピット内に満たした液体、ブルの体に付着してたものと同じだよね。ということはブレイバーンってやっぱり、とか真面目に考察するんだけど、エンディングが全てを台無しにする安定感よ。ブレイバーン教官の熱い訓練。でもずっと中にイサミが全裸体育座りでいるの面白すぎる。それでも人類軍との共闘に胸が熱くなってる自分になんか腹立つ。謎の少女の名はルル。ブレイバーンは知ってたのか。ヒルドラナ修羅場エンドに新たな謎。液体呼吸装置の説明で、映画アビスみたいなものだとのセリフ。構成部隊による道の脅威とも戦い、海上と海中継戦などバトルシップやパシフィックリムなど映画クラスターにも響く演出が熱い。ギャグセンスも大好き。今回も爆笑しました。イサミがずっとブレイバーンの中に全裸で引きこもっていて笑った。女性陣からへ、今裸なんですか、キモって言われてたのはかわいそうだったな。排泄をどうしてるのか、機内にトイレがあるのかで話が盛り上がってたけど、もうやめてあげてってなった。ゆる、スミスのうちは不正やつらだし、イサミ目線だと変なやつに絡まれてる間に突然現れた女にスミスを NTR されたって状況だし、鈴薙さんはイサミ好きみたいだがいろいろあれだし、などなどラブコメ要素もてんこ盛りで情報量が多すぎて笑うしかできなくなったり、敵にも人型搭乗者がいることから2つの仮説が唱えられる。敵は侵略した星の人間をコアとしているパターン、その搭乗者がいなくても動けるブレイバーンの方が侵略者のパターン。さてどっちだろう。
最高に面白い。考察もはかどるし、ロボット、シリアス、ロマンス、コメディなど、毎回違うベクトルの金銭を刺激されるすごい作品。そういった意味で水星の魔女を思い出す。オリジナルロボットアニメのポテンシャルを見せつけられている気がする。私のは固くて頑丈だ。こいつ好きあらば誤解されるようなセリフをねじ込んでくる。勇が引きこもっちゃう原因ってそういうとこだと思うぞ。それにしても侵略されている割には笑いの絶えないコミカルさで、ストーリーもきっちり進めて盛り上げる巧みさがすごい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や解釈を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。